日航ジャンボ機墜落事故発生から15年後墜落した123便のコックピットボイスレコーダーの記録が何者かの手によって流出しました出所は不明 これが本物か偽物かも不明。偽物こんなに生々しいやり取りが入っているのにいや何か改ざんされているかもどちらにしても流出なんてありえないなぜならコックピットボイスレコーダーは国際民間航空条約の取り決めで何があっても公開しないと決められているからそんなものが流出するなんてありえない だから誰も聞いたことがない本物のコックピットボイスレコーダーには、真実の記録が残されているはずなんです。こんにちは。渡辺健太郎動画のお時間です。えー、現在私はですね、これまで謎が多いとされてきた日航機墜落事故の真相を解明するべく、さまざまな証言や検証を踏まえ動画を作成しておりますが、今回はですね、 昨年から始まりいいいよいよ大詰めを迎えている裁判この事故でご主人を亡くされたご遺族木美子さんら代理人弁護士8名によりますボイスレコーダーダ等開示請求ですねこれについて日光123便墜落事故の真相を明らかにする会の事務局経由で会長を務めます木美さんに裁判関係を見せてもらったところ次のようなことが争われていることがわかります。 夫が乗っていた事故機の飛行状況や乗客が死亡した経緯を知りたい。事故の本当の原因を知りたい。ボイスレコーダーを聞くことが夫をはじめ520人の苦養になる。としてですね、日本航空に生のコックピットボイスレコーダーを聞かせてほしいと訴えました。しかし日本航空側は国際民間航空機関の規定により、 データは公的な自己調査機関による調査目的以外には使用できないとして開示を拒否しているんですね。これに対し遺族側の弁護団長三宅宏弁護士は新規則に基づく情報提供義務というのは羽田から飛行機に乗り大阪まで安全に運航する義務に伴う義務であるとしてその義務というのは墜落した途端になくなってしまうのかと 亡くならないとすれば、その時飛行機に何が起こったのか、これについて航空会社からの情報提供義務はどうなるのか、と問いました。裁判官はこれに対する回答を日光側に求めるも、日光側は亡くなった人の情報とフライトレコーダー、ボイスレコーダーの中身は全然違う。本人たちの情報ではないわけだから、提供義務があるかは疑わしいし、仮にあるとしても、 ブライトレコーダーボイスレコーダーの開示には及ばないと回答し「事故原因は事故調査報告書通りである遺族は和解しているのだからお金をもらって終わりだろう」と主張しているんですね日光側の答弁そして準備した書面が2枚だけというですね何か投げやりというか神出さに欠けているように私は感じましたが皆さんはどう感じましたでしょうか そしてこのあと吉備さんと共に開示請求を行っていた子佐々木豊副操縦士の姉の市原和子さんが老人ホームに入所後に突然外部との接触を一切断ち急にですねコックピットボイスレコーダーの開示請求を取り下げこれを申し出たんですねしかもその旨をですね担当弁護士に相談するのではなく いきなり裁判所に直接送付しているんですね。これにより原告は吉備さんただ一人になってしまいました。この件については、今回発売予定の青山東子さんの新刊で何が起こったのか、これを詳しく書かれているようですので、発売後そちらを参照してください。さらに裁判の経過は思いもよらぬことが発生しています。最終弁論期日を迎えたこの日、 体調を崩して裁判所に来れないキビさんが陳述書を読み上げる DVD を三宅弁護士側から裁判所の方と日本航空弁護士側にですね、2日前にレターパックで送っていたにもかかわらず届いていないというのです。決心に際してこの重要な意味を持つキビさんの新たな陳述書が届いていないというアクシデントにあいですね。さらに決心直前に突然 これまでの裁判長と裁判官2名の交代がなされるという、原告側にとってはですね、不測の事態が続く中でのこの決心。後日、えなぜか到着が遅れたキビさんの DVD に関してはですね、郵便事故という理由で判決を先送りにしえ、弁論再開が決定した模様です。これにより、当初予定されていました7月14日の判決は延期になりましたので、 これを皆様にもお知らせさせていただきます。これまで、ご遺族、木美元子さん、三宅弁護士をはじめとする弁護団、そして青山東子さんらで日光側に訴えてきたコックピットボイスレコーダーの開示請求、判決まであと少しとなりました。今後の裁判続報にご注目ください。渡辺健太郎動画、ご視聴ありがとうございました。 えー、ということはですねこれまで出てきたものを全部時系列に出してこの矛盾とですね食い違いをはっきりと表に出していきますこれはもう保存版としてですね取っておいてもらいたいとこれだけですね時系列でくっきりと分かれるわけですねこれまで公式に発表されていた内容と、えー、機関が発表していた内容それから10年20年30年37年後に出てきたこの新たな情報 これだけの食い違い違が出てるんですこれをですねなぜあの人たちはこれを全く無視してできるのかではまずですね異常発生後に客室内に現れた霧の存在について。